セブンイレブンのセブンカフェスムージーの作り方と魅力を解説。セブンイレブンのお店で手軽に楽しめるスムージーは、冷凍フルーツや野菜が入ったカップを購入して専用マシンに入れて作るスムージーです。その中でもいちごバナナソイスムージーは特に人気が高い。この記事ではそんないちごバナナソイスムージーの作り方と魅力について解説する。種類は4つあって、ダブルベリーヨーグルト、マンゴーパイナップルヨーグルト、ストロベリー&バナナソイ、グリーンスムージーで、値段は各300円。店内の冷凍ショーケース内から商品を選びレジで会計を済ませます。カップの蓋にあるバーコードを機械の扉の下にあるセンサーに読み取らせる。カップの蓋を剥がして機械内にセットする。画面の進むを選択し、 OK を選択してプッシュを選択すると調理が開始されます。はじめに液体が注がれる。ブレンダーが降りてきて、冷凍された果肉などを約70秒ミキシングしていきます。1個調理が終わるごとに内部洗浄するので、一度に何個も作ると時間がかかるので、急いでいる時はやめた方が良さそうだ。スムージーによって異なるが、栄養成分は、カロリーは104キロカロリー、タンパク質 4.2グラム、脂質 1.3グラム、糖質18。スムージーの魅力は、なんといっても自然な甘さが味わえるヘルシーで、栄養価の高いドリンクとなる。いちごやバナナに含まれるビタミン C やカリウム、豆乳に含まれるタンパク質や食物繊維など、体に嬉しい栄養素がたっぷり入っている。セブンイレブンのお店で手軽に楽しめるスムージーをぜひ試してみてほしい。